ローサが、ローサちゃん、誰やったっけ、ちょ、誰やったっけ、誰ウィスコンチャガンです。今回から始まります、パワー一同のね、全キャラ紹介。まあ、どれが強いのかとかね、なんか、全キャラ1000にしようぜとか言ってくる人がいたんでね、ちょっと紹介しようかなと、まず、全キャラ。まず、バックショットとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、ダメージ1500っすね。ワンリロードで1500なんで、まあ、3リロードで4500と。まあ、強いっちゃ強いんですよね、こいつも、一応。まあ、ガジェットとスタバもね、別に解放できないんで、この2つを紹介できるわけでもないんですよね。もう本当に弱いんですよね、これマジで。まあでも、ウルトがまあ若干使えなくもないかなっていうことなんで、まあ、早速使っていこうかなと思います。まあ、あんま上手くないけど、とりあえずバトロイやってみますね。さっさっさ、これまずキューブ。これね、4発いるんですよね。これがだるい。これがだるい。いっちゃんだるい、これ。まあまあでも、まあまあでも4発ならまだマシですよ。ポコとか、ポコはもう無限にいるんでね、リロード。なんで、まああいつじゃないだけマシですね。いやー、ローサか、ローサいますね。これは別にシェリーの方が有利なんで、あ、これめっちゃいいこと思いついた。これさ、永遠に追いかけ続けたら、まあ逃げでしょ？まあ簡単に言ったらロボみたいな役目ですよ。逃げれない、まあ逃げるしかないんで、これ。なんで、こいつが、敵と遭遇するじゃないですか。ってことはそいつ行くしかないんですよ。ってことは1人減るじゃないですか。でこれでどんどん減らしていけば、あれこれいいんじゃない、この作戦めちゃくちゃありなんじゃない。ジェシーは痛い。ほらほら戦ってる。でもこれ後ろには引けないですよ、俺が追いかけてるから。パワー1やけど、いけ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 、やはい、はいはいはい。でもこれウルト構えたら逃げていくと、いやこれあり。次はローサにね乗り移りまーす。キングボンビーみたいな感じ、桃鉄で言えばキングボンビーってやつですね。無限に追いかけてやるよ。あ、これ負けるな。負けるけど、でも、このローサはウルト溜まってないんで、俺に勝つ術がないんですよね。いや、コルトだるいな、お前。まあまあ追いかけます。気にせず追いかけますね。もう一人減ってくれたら、危ねえ。もう一人減ってくれたらありがたいんですけど。いや、だーり追いかけたかったな、ローサ。いやー、あ、倒しちゃった。あ、3位になった。オッケー。誰お前、だるいってもう、パワー1に絡むって、絡まないで、ちょっとやめて。あるある、オッケー、行く、よしよしよし、あれえなんで、いや、モーティスはさすがに倒せると思うんだけどな。でもこれ3発で死んじゃうんで、まあそこを、まあ相手がガジェット使ってきたら、まあ正直勝てないかもしれん。まあでもそれ以外やったらね、全然あると思う。マックスは勝てん。無理。無理。パワー1に2人とか無理。変わってくれ。サイド変わってくれ、マジで。無理やって、こいつは。絶対倒せねえ。射程は同じぐらいなんかな、これ。でも追いかける側、追いかけるしかないんで、これ。押されてるときは。いや、もう無理やって。いいしやないかい。お、ナイス、あー、逃げられたか。オッケー、変わってくれましたね。こっからなんよ。こっからモーティスならなんとかなると思うんですけど。さっさっさ。いるかな、モーティス、どこ、まあ、別に警戒する必要ないんですよね、シェリーだと。はい。いや、これね、ちょっとミッドを攻撃しながら、ナイス、スイ、ウルト溜まっていく。どうしよう。ちょ、とりあえず、なんか、もう、とりあえずやることないんで、もう、ウルトフェイクぐらいしかない。いやー、こっちに誘導してくれ、モーティスを。いやー、一匹も狩れない。嫌だ。そんなん嫌だよ。吸え、吸ってくれ。あー、違う。からの、そっからの、こっち逃げれるんで、こっちから行って、どうしよう。この草むら隠れるのもありやけど、モーティス狩れる。よし、いける。前線押します。これ、前線キープしたら全然逆転できるんで。いやー、これどうしよう。本当に周知しますね。ちょっと今からウルト貯めれる。オッケー。死ぬ今の。やばいぞ。ジーン一人はやばい。モーティスいる。いや、ナイス。でも、これは終わったんじゃないか。絶対ダメでしょ。いや、いける。あるある。ある。いける。うん、弱い。相手も遅くできない。いやー、弱え、ウルト弱え勝ち。なんだよ、これ。いや、でもまだあるかな。いやー、さすがにないか。いやー、マジか。死ぬ速度早っ。嘘やろ、これ。いやー、まあ、でもね。まあ、あえてね、ちょっとコートロ隊で戦うことでね、なんか、どれぐらい通用するのかっていうのをね、試してるんですけど、弱いな、本当に。オッケー。プリモならいける。プリモはいけるぞ、俺。
こっち、いやーそっち行かないでこっち行ってくれ。よしよしよし。さあ逃げてますね。いってえなお前マジで。2発で死ぬから油断できない、油断できない。ウルト貯めます、ウルト貯めます。いっていっていって、ウルト、おーい、今のウルト使えたら結構熱かったんですけどね。まあまあまあいいでしょ。あーやべえなこれ。よし、止めれる止めれる。俺シェルチャーはウルトあるんで止めれます。ナイス水。いやこれは強い。パワー1でもジーンで吸ってくれたら俺も活躍できるわ。よしよしよし、いけ。うわーマジか。まあ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 いけるいける。よしよしよし、まあ、ちょっとずつね壁を剥がすことで、まあ、有利に持ち込みたいところなんですけど、これねパワー1のウルトってね、なんかクソ雑魚の割になんか割と大事に使わないといけないですね。このボンボン使ってはいけない。おーミスった、ウルト。よしよしよし、壁も壊すと。さあさあ、あるんじゃないかな、あるんじゃないかな、あるんじゃない。マジで決めてくれ。あー無理か、さすがに、さすがに無理っぽいですね。まあまあいいよ、こっからもうだいぶ有利になってきた。壁壊れてるんでプリモならいけるんですよね。全然600ダメージか、結構弱いな。これどうしよう。誰か吸ってくれ、吸ってくれたらワンチャル。いって、すえ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 、ナイス、いける。壁壊そう。あーどうしよう、壁どうしよう。ナイス、あーオッケーオッケー。はい、ええ、ちょ待って、聞いてない今の。え、決まったよ今。あーウルト、いやマジでもうやらかすやつ。パワー一度やのに、もともとパワー一度で足引っ張ってるのに、あーさらに足引っ張るぞ。これちょっとやばいなマジ。どうしよう。いやプリモ先倒したら、プリモ倒したらワンチャンあるんですけど、いやどのタイミングでウルトシュートするかなんですよね。痛くない、痛くない、当たってない。よしよし、覚醒覚醒、パワー1チェリー覚醒からの、こっからなんですよね。まあ、ウルト結構使っちゃったんで、こっからウルト貯めていきたい。いやでも延長に入ったら結構有利なんで、よしよしよし。味方のタラも溜まってる。いける、シュートシュートシュート。こっち壊す、こっち壊す。ナイス、いったいった、感動的や。700対よ。いや結構、あ、サッカーやとね、結構使えますねこれ。うわもうだ、誰かさんの悪ノリのせいでさ、この賞金稼ぎとか行き出してさ、シェリーで賞金稼ぎは無理やん。しかもパワー1やん、弱えんよ、火力が出ない、弱つえ。あのティックのダメージえぐいんやけど。まあでも敵にブルいるんでワンチ、おっと甘えましたね今。ブル下にいるんで多分合いますね、いますね。これは倒せる、倒せる気がする。いやさっきこいつかな、さっきこいつ。よし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 、無双してる、パワー1無双中です。おーぶぶぶぶぶぶ、いやいやいや、よしよし、オッケーオッケー、逃げる。なんで当たんの今の、なんで当たんのよ今の、マジか。まあ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 いいでしょ。なるほど、頭出して上の方にいると。まあ下の方にいないんで、多分草むらの中いないかな、いないんで、オッケーオッケーオッケー、倒してブルブルね、ブルね。はい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 、甘えましたね今。オッケーオッケー、これなんとか。出口がない、出口がない。今のガジェットあったら何逃げてれたんすけど、まあまあまあいいでしょ、いいでしょ、いいでしょ、全然全然いい。ナイス水。んー、え、うますぎやろ、あの右下うま。ええちょ、ま、あーウルトか、ウルトか、もうウルト一撃で死ぬんやけど、マジや。あれは辛いんやけど。4残っとるやんけ。あーまずいな、これ行くしかないんで。じゃあ行きますね、ちょっと。あ、吸ってくれたらいいんだけど。いや、でも近すぎん。いや、もうローサが、ローサちゃん、誰やったっけ、ちょ、誰やったっけ、誰ウルトも使ってもた。もう、パワーチキッズガチ。おー、よし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 。いや、でもこれは厳しいな、さすがに。まあまあ、でも諦めちゃダメなんでね。諦めたらダメ。さあさあさあ、これ、どうしよう。ナイス、いいよいいよいいよ、もうちょっとずつちょっとずつ勝ちに行きますね。なんか来た、オッケーオッケーオッケー。ティックが持ってる、ティックが持ってる。近づけねえマジ。投げ強えな、ババイチの天敵ですわこれ。いやー勝てねえか。いやもうこんなもんすよババイチって。いやーこんな、これが厳しい世界なんですよね。まあ、こんな感じですね、シェリーは。まあ、シェリーは別にパワー1の中では強い方ではあるんですけど、まあ、極端に弱いっちゃ弱いですね。線作れっていう声がね、結構あったキャラクターなんですけれども、無理